皆さんこんにちは。我が家の大須から超絶元気発信おソースアイドル OSU のアミーゴこと夏川亜美です。そして五騎士の大沢です。柳沢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで今回は、はい、まあ、もう見ての通りなんですけれども、はい、てかまず前回ね、あの岩名さんに勝ったからね。勝ったんですよね。勝っちゃったからね、はい、それを受けてのアミちゃんの番ということで。めっちゃプレッシャーかかってます。大丈夫ですか？プレッシャーかかってますか？緊張してますか？ちょっとお腹痛くなってきました。頑張ります、はい、まあ、あの普段通りやってください、うん、そうですよ、あの、はい、ハンデもありますもんね。そう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 では、はい、早速やりましょうか。はい、はいはい、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。いきます。はい、お願いします。岩名ちゃんとはちょっと変えようかな。あ、はい、そこは僕のやったことのない。あ、そうなの？ポジションですね。本当、大した違いはないですけどね。ここに、ほー、それなんか大人な対応ですね。大人な対応。大人な対応。大人な対応。お、大人じゃないツケが来ましたよ、うん、うわ、彼氏がぶつかった時は戦いに行きます。そうですね、戦いが起こりましたね。これは攻めるか守るか。ここに、うん、お、かけ継ぎですね。かけ継ぎましたね。かけ継ぎっていう言葉も知ってるんですか？はい、学びました。本当ですか？あ、でもこれは結局のやつ。あ、これあれですか？あれですよ。あ、これあれ。え、あれ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 っていうか、あれっていうか、もうそれですよ。そう、あれって多分仲間外れなんですけど、あれって何ですか？いや、当たり、当たり、当たりだね。いや、よくうっかりするんですよね。うっかりするんです。ここね、じゃ気づいた。石がね、いっぱい並んでるのに当たりになることもある。おお、ね、大人な対応ですね。これも大人の対応ですか？うん、炭酸。これは、これは僕がよくやってるやつですね。あ、そうなんだ。はい、なんか嫌だな。お、ここに、うん、お、うん、お、このかけ釣りです。かけ釣りが今ブームですね。ブームです。はい、はい、ただ今のかけ釣りはそっちじゃない方がいい、ね、あ、こっちじゃないパターンですね。はい、方向をいつも間違える、はい、そうそう、方向がね、2つある。一曲のパターンですね。じゃあ、かけ釣りします。お、白もかけ釣り。まあ、ここもいろいろあるかもですね。じゃあ、おー、それめちゃくちゃいい手ですよ。え、うん、めちゃくちゃいい手だし、うん、あんまり言ったことのない手を打ってくれましたね。めちゃくちゃいい手。あまり何も考えず、いや、もうあの無視した方がいいと思う。次もきっとすごい手を打ってくれる。素晴らしい。お、素晴らしい。あ、よかった。おー、最高ですよ。そうですね、斜めだけど、かけ継ぎ、かけ継ぎだからね。おー、うん、ちょうどかけ継ぎの形になってる。ね、冷静ですね。大人の対応。大人の対応。うん、いや、完璧。どうかな、形した。はい、そっちね。うん、難しくて。あ、そうやると思った、絶対。うわ。なんでそういうこと言うの？絶対そうやると思った。これは、これは切れました、石が。おお、マジで？マジですか？え、ちょっと自信持って、大丈夫です。いったん、大丈夫。大正解。大正解。ヤナギさんの反応が分からんよね、どっちか。いろいろ変化つけようかな。惑わされる。迷いましたよね。迷いました。どっち、どっちかな。迷いましたね。あ、あ、これは逃げれますか、逃げれませんか。逃げれません。そうです。ということは？ということは、やめます。はい、はい、セキュリティをしっかりね。セキュリティを破っていくよ。あ、はい、はい、うん、そうですね。それ止めるの完璧です。白も着々と陣地を取っていってますね。こ、いや、違うの、絶対に。ちょっと入りすぎたかもしれない。ちょっと違うね。入りすぎのこっちに行きますね。あるかもしれない。そうなると、お、うん、素晴らしいです。順調です。ここまでは順調。ここまでは、でもここまで順調ならもう大丈夫なら、ね、大丈夫。もうゴールは近いですよ。
頑張ります。どこでしょう、この辺に、自然です。お、それ守りました。守ったので別に何か狙われてるわけじゃないので、他のところに行くこともできますね。広く空いてそうで、かつ白と黒の境界線のあたりに行きたいですね。あー、なるほど、はい、今の手はちょっと守りすぎた。あ、なるほど、守りすぎた。はい、この辺ですね。はい、うん、素晴らしい、素晴らしい、切れてない、素晴らしい、しかも素晴らしい、ちゃんと時間通りに 最高ですよ。最高ですね。守るしかないですね、うん、これ、うん、お、素晴らしいですね。ゴール近い。え、これは得意なやつですね。得意な、そうなん、跳ね継ぎ、跳ね継ぎ、この通り。ちょっと一回嫌がらせをして、お、完璧です。もうやめます。すごいね。すごいしっかり出て守ります。はい、あるでしょうか。右の方です。あとは、お、そうですね、はい、こうやると取られちゃうので。そうですね、かあ、はい、で、ということはこれは跳ね継ぎとはちょっと違って、ちょっと違う、今黒が当たりになってないので、で、守らなくてもいい。すごい、完璧。それを言っただけでそれが分かるとは。完璧、跳ね継ぎマスターですね。自信持つだけですね、これは。と、跳ね継ぎマスターなんだ。跳ね継ぎマスター。はい、はい、はい、これかな。ここに来たら、うん、そう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 、そうですね、そこに来たら初めて守ると。これで打つとかありません。はい、パスします。私もパスで。はい、じゃあ終局ですね。終局です、はい、素晴らしい。はい、計算していきましょう。しますか。はい、はい、できました。数えて、はい、数えましょう、はい、白から、はい、はい、そうですね、いきます。はい、10、はい、10、はい、4、そうです、正解。44目。じゃあ黒も数えましょう。黒46。はい、はい、ということは2目勝ち、はい、その通りです。素晴らしい、素晴らしい、本当に上達してる。でも2目なんですね。もっとなんか勝ってる気持ちでいました。ああ、そう、うん、意外とこういう細長いやつも、うん、地道に、そうです。あの途中でその今の手は守らなくてもよかったですねっていう手とかね、あったんですけど、そこがやっぱり一回自分の陣地が減って、で白に手番が渡ってしまうので、思ってる以上にそこで差が縮まってるっていうのはちょっと実は少しずつ、もっとたくさん勝ちたいかったですか。はい、もっと取りたかったですね。ですね。いや、でもあの素晴らしいです。十分完勝、はい、十分です。白が勝つチャンスなかった、はい、参りました。はい、素晴らしかったです。やった、ありがとうございます。はい、素晴らしい。何をもって合格か分かりませんけど、合格という、合格です。合格、はい、やった、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。